どうも、ナメコです。フォートローダーデール駅、ユナイテッド航空1911便に搭乗中のオープヌシ。もうすぐ到着だぜ。絶景の着陸シーンだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、フォートローダーデール行きの飛行機に搭乗中です。現在はフロリダ半島上空を飛行中。着陸のため、高度がだんだんと下がってきました。正面に見える道路は週間高速道路75号線。フロリダ半島を横断し、カナダとの国境まで続いているぜ。飛行ルートはこんな感じで、今はこの辺り。エバーグレイズ野生動物保護区上空を飛んでいます。自然そのままの、草原か湿地のように見えるな。さて、ここから景色が一気に変わります。おーおー、突然住宅街が現れたぜ。というか、あまりにもくっきりと分かれすぎだぜ。なお言葉では表現しづらいですが、この上空から見た街並み。なんか気持ち悪いです。では街並みをバックに着陸まで、ウプ主の年収について発表しましょう。本当に言うのかよ。ネタか何かだよな、さすがに体張りすぎだぜ。今までの動画でもたびたびコメントで、ウプ主はいいところに勤めてる、結構な給料をもらっている、などなどいただきました。まあ、しょっちゅう海外に行くわけだから、そう思うわな。しかし現実はそうではないということをお伝えしましょう。なお、しばらく自虐ネタが続き、旅行と一切関係ない話なので、興味ない人は5分47秒くらいまでカットで、そんなことするくらいなら言うなや、しらけるぜ。バックの映像が綺麗で流し続けたいけど、だんまりだと寂しいかな。と。ではでは話を戻し、以前に北海道旅行機37話でも行っちゃってますが、その旅行してた時点で、総額で330万でした。手取り年収は270万くらい。それに医療保険やなんだかんだで、実質の手取り年収は240万ほどでした。ウプ主32歳だよな。はい。勤続13年目だよな。はい。まあ、これが地方の現実なんですよ。転職しようにもコミュ障には面接きついです。ただ、ウプ主はいわゆるパラサイトシングル。実家帰省のおかげで、金銭的には楽できています。月5万、年間60万ほどを生活費として親に渡し、残りの180万円を、趣味である旅行関連に全振りしています。ウプ主は幸運にも友達が少ないので、いやそれは不運だろ。交際費がほとんどかかりません。酒もほどほど、飲んでもトップバリューの安い梅酒。タバコもパチンコも、夜の遊びも興味ありません。夜の遊びに興味ないは嘘だろ。ただ家電関係は大好きなので、パソコンスマホ、カメラ関係にも多少は使いますが、年間100万程度なら、旅行に充てることができるのです。アメリカ横断機では豪邸にファーストクラスに乗りましたが、コツコツちまちまと、クレカ払いやポイントサイト巡回、効率のいいマイルの貯め方を勉強した結果なのです。道理でホテルは安いしょぼいとこばっかだし、着ている服は島村、履いている靴も3000円だし、テーブルマナーはなってないし、生まれて初めて食べる料理ばっかだし、国内移動はケチってるし、飲み食いし放題の時だけ暴食して、有料のお酒はほとんど飲まないし、
その割にファーストやビジネスなんて乗り上がるから、いつも不思議に思ってたんだぜ。納得したぜ。愚かすに言い上がりますね。なお、これは当時の話で、現在は給与改正、昇給があり、残業込みですが、年収も総額400万を超えるようになりました。なお実家帰省と言いましたが、田舎では消防団活動や各種村の行事などのボランティア活動、田植えや収穫などに実質強制的に参加しなければならず、実家暮らしは決して楽ではありません。参加しないと村八分だしな。さてさて画面では、フォートローダーデイル上空を飛行中です。間もなく着陸だぜ。幸運にもこんなにいい天気で、しかも素晴らしいアングルで撮影できました。しばしの間、素晴らしい街並みをお楽しみください。着陸うつ主を乗せたユナイテッド航空1911便は、帝国から4分遅れの、現地時間17時55分、フォートローダーデイル、ハリウッド国際空港に着陸しました。すがすがしいほどに綺麗な青空だぜ。間違いなくこれから始まる好天な旅を予見しているぜ。もうすぐゲートに到着です。この後はホテルに移動するだけだよな。はい、急いでいないので、のんびりと向かうとしましょう。18時20分、うつ主はフォートローダーデイルの大地に降り立ちました。ワクワクが止まらないぜ。と同時に、10日後にはここに、
死んだ魚の目をしてこなければいけないのか、という現実が頭をよぎり、ちょっと悲しくなりました。先のこと考えすぎだろ。まだ全然始まってもないぜ。国内線扱いなので、降機後はスーツケースを回収するだけです。さてさて、ホテルに向かいましょう。どうやってホテルまで行くんだ？タクシー？電車？この街は鉄道は発達してないので、今回は車で行きます。タクシーでもよかったんですが、今回は以前利用したことのある、乗り合い番を利用しました。スーパーシャトルという十数名乗りの番で、タクシーよりも少し安く、事前に日本から予約できます。抜かりないな。このスーパーシャトルは、ニューヨークやロサンゼルスでも利用したことがあるので、ウプ主は結構気に入っています。現在はそのスーパーシャトルの乗り場を探し、ターミナル間を歩いています。ロサンゼルスの時はスーパーシャトル、とデカデカと表示があったので、この空港もそんな表示があるものだと勝手に思い込み、ひたすらぐるぐる歩きます。近くの係員に聞いても、それはあっちだと言われ、あっちに行ってみると、あれはそっちだとたらい回し状態。なんてこった。もう少し英語ができれば。なんとか乗ることができましたが、実際は2つのスーツケースと8キロのリュックを背負いながら、30分くらい各ターミナル間をさまよい続けていました。いいダイエットになったな。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。